honest, I'd probably break free. I could have my weights and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion, illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go on. I'm drinking beer right out my cup. はい、どうも、めちゃんねです。本日私はですね、宮古島の方にやってきておりまして、本日6月18日ですね、こちらのヒルトン宮古島リゾートさんが開業ということでね、早速チェックイン手続きに向かっていきたいと思います。曇り空だったんですけどね、かなり天気良くなって最高です。ということでチェックイン向かっていきます。はい、あ、下田です。はい、はい、あ、お世話になっております。こっちに来られたんですか。はい、ありがとうございます。広島もまた行きたいんですけどね、なかなか最近開業ラッシュで、はい、忙しいです、ね、いえいえ、とんでもない、全部はなかなか行けないですけど、ここは是が非でもと思いまして、全部行かれてます。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。はい、ということで、ね、今チェックイン手続きが完了いたしまして、これからね、お部屋の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。今日はね、14時半から、オープンセレモニーもあるということなので、そちらの方もね、楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、ということで、エレベーター乗り込んでいきたいと思います。本日はね、7階のエクセキティブラウンジがあるね、階となっております。ロビーはね、2階で、1階にね、オールデイダイニングとかスパプールがある。で、8階にルーフトップだったりチャペルがあるといった感じです。エレベーターもね、いい感じじゃないですか。はい、ということで7階です。はい、こちらですね。で、正面がね、エクゼクティブラウンジという感じですね。プレジデンシャルスイートはこちらの右手のお部屋です。今日はね、私はこちらの左手のお部屋となります。はい、結構ね、横長で、あの、ワイドな感じですね。で、こちらに製氷機とか水をね、汲んでいただくところがあります。もう SDGs でですね、水はね、汲んでいただく必要があるみたいですね。はい、はい、まあ非常に廊下なども落ち着いててね、いい感じじゃないでしょうか。かなり横幅が、ワイドな感じですね。はい、はい、で、本日私のお部屋はこちらの一番隅っこの方ですね、こちらの717ゴスとなっております。じゃあね、入っていきましょう。一回ね、荷物は入れさせていただいております。おお、いやー、いいですね、やっぱりね。はい、こんな感じでリビングスペースとかがね、ありますね。そして、こういったね、テラス。はい、で、あちらが寝室でしょうかね。まあ、ちょっとテレビの音をね、消しておきましょうか。はい、こんな感じで水回りですね。ではお部屋のね、詳細を見ていきたいなというふうに思います。まず玄関、ドーンと暖かい感じのね、ウッドになってまして、非常に清潔感あって開放的なね、印象がございます。はい、で、今回は7階のお部屋で、結構ね、やっぱりワイドなんですね、お部屋ね。はい、エレベーターホールで、こちらがエグゼクティブラウンジのこちら717ゴスとなっております。ちなみにプレジデンシャルスイートはこちらの端っこですね。はい、で、入っていただいて左手にこのようにね、姿見の鏡がドーンとございます。で、右手がお手洗いですね。はい、これもね、引き戸、横のタイプですね。こんな感じのウォシュレット、自動で開く感じではないですね。洗面台がめちゃめちゃ広いですね、 KWC。 はい、すごい高級感ありますよね、大理石調な感じでね、いいですね。そしてこんなね、オブジェがございます。すごいですね。この下は収納かなんかなんでしょうかね。はい、収納ですけど、まあ、特になんかね、入ってるっていうことではございません。で、左手がこれもね、なんか霧みたいな感じのね、感になってますけど、あ、アイロン台とかクローゼット、はい、で、スリッパがね、こんな感じですね。はい、あ、
これがですね、プールとかもね、これで行っていただくことができる、あのガウンみたいな感じ、フード付きで可愛い。そしてそれにね、このようにシーサーが縫われております。これめちゃめちゃ可愛くないですか？どうですか？はい、こんな感じのね、すごくおしゃれな感じ。これはいいですね。でフードもね、ついてていい感じじゃないでしょうか。はい、これは可愛いですね。ぜひ皆さん、あの着てね、写真とか着て、あの撮っていただくといいんじゃないかなと思います。で、こちらの下の方には、ランドリーバッグとかね、はい、シューブラシ、靴べら等がございます。木目がね、同じ感じで統一されてますね。はい、では、右手のリビングの方ですね。はい、まあ、こんな感じでね、リビングとはまた別になんかダイニング的なね、こういった照明もあって、オブジェもこのように温かみのあるね、ウッドで作られたものがあって、いや、ここもね、いい感じですね。もうテラス望みながらね、こうやって景色を楽しみながらデスクでね、座っていただくことができるといった感じです。かなりゆったりとしたね、作りになってますね。で、空調なんかもなんか新しい、いい感じですね。こんな感じのパネル。はい。で、照明だったりとか、こちらね、カーテンのコントローラーでございます。はい。で、ダイニングね、こんな感じです。いやー、ここも高級感あっていいですね。で、テレビ、このようにございまして、まあ、ここはね、角度変えていただくことがね、できるようになっております。これがミニバーの方なんですかね。じゃん。おー。ネスプレッソマシンがこのようにございまして、お茶類はね、こんな感じです。ネスプレッソのポーションも4種類1個ずつ、4個という感じです。これがね、あの水を汲んでいただく、あのタンブラーというか、ボトルになっております。ちょっとね、高級感ありますけど、なんかすぐ割れてしまいそうなので気をつけましょう。はい。そして、ミニバー。これね、なんとミニバー無料ということでございますので、まあ非常にね、嬉しいですね。楽しんでいただくことができるといった感じです。これ何でしょうね。あ、スイーツ。ちょっと後でね、見てみたいと思います。この入れ物なんかもね、非常におしゃれですね。はい。こんな感じでございます。で、こちらにアイスペールと電気ケトル。そして、グラス類ですね。はい。こんな感じとなってます。いやー、いいですね。で、こちらもコーヒーカップといった感じです。うん。このね、なんか、あの扉の感じもいいじゃないですか。で、足元ゴミ箱があって、間接照明と、この L 字型のね、コーナーソファー。はい。テーブルなんかもね、非常にいい感じじゃないでしょうか。まあ、ここら辺もなんかね、高級感あっていいですね。はい。いやこれはめっちゃテンション上がる。先にちょっと外出ちゃいましょうかね。はい。おお、テラス。こんな感じのね、テラスとなってますよ。いやいいですね。で、プールなんかもね、こんな感じで。向こうはね、まだ更地っていう感じです。まだ人そんなに、ね、いらっしゃらないので。夜なんかもなんかいい感じじゃないでしょうかね。これはまたいい感じですね。で、あちらの海はですね、プライベートビーチではなくて、あの市のね、一応海という感じになってますね。市の海が、市が管理している海という感じです。まあ、ただね、一応直結で、海にも行っていただくことができますし、なんかね、夜とか、あの、自由に入っていただくこともできるそうですけど、結構ね、海蛇が出たりとかもするみたいなので、気をつけてくださいというアナウンスがされておりましたので、気をつけましょう。おー、ウォータースライダーやってますね。楽しそう。まあね、やっぱりバルコニーがめちゃめちゃ広い。ね。いやー、こんな感じで、ここもいいじゃないですか。いやー、ここライトとかね、夜つくんでしょうね。暑い。ここのね、扉につきましては、開けておくとですね、あの、エアコンが止まってしまうので、あの、開けっぱなしにしてしまうと室内だいぶね、暑くなりますんで、気をつけましょう。ではね、主寝室の方に向かっていきたいと思います。こちら主寝室ですね。いやー、
いいですよ。なんだろうな、このオブジェの感じもなんか非常にいいですね。ワーモダンとはまた違くて、どこかね、カジュアルな感じも感じられて非常におしゃれ。はい、この間接照明とかもね、非常にいい感じです。ティッシュと、こういったね、時計。そして、はい、USB-C ですね。USB-A が逆にないですね。USB-C とコンセントが1箇所。で、あと、電気のマスターとか、ライトのね、モードが選んでいただくことができるスイッチという。そして、こちらにね、常備灯が入ってございます。下は、カラーですね。ここら辺もね、デイベッドじゃないですけど、なんかね、デイベッド風なソファーがあって、いいですね。ここのクローゼットは、なんだ。ああ、ここにね、荷物置いていただく台があったりするんですね。クローゼット、こっちにもあるのは嬉しいですね。ルームウェアとかこっちでしょうか。これもランドリーのバッグですね。あ、で、ルームウェアこんな感じで。へえ、なんかすごい、あ、ゆったりとしたね、セパレート式の、ああ、で、下の方がね、ちょっとブルーのラインが入ってて、おしゃれ。これね、すごく、なんかね、軽い感じで涼しい感じしますね。ちょっと後でね、夜着てみたいなというふうに思います。いいじゃないですか。あれなんか私でもゆったりしてそうな感じ。はい。で、こちらのテレビはですね、角度ね、調整していただくことはできません。こっちはね。で、こちらに USB、HDMI のね、コネクタとコンセントがあるので、ファイヤースティックとかね、利用していただくことができます。テレビにつきましては特にね、オンデマンドっていう感じではなさそうですね。はい。だから、YouTube とか見るんであれば、ファイヤースティックとかが必要になるかなと思います。まあ、ここら辺、基本からでしょうね。あ、セキュリティボックス、セーフティボックスがございました。あ、このね、机の開け閉めしてるだけで、新しい匂いがしてきます。机の中からね、新しい空気が出てきます。はい、型でございました。はい。まあなんかね、個人的には落ち着くめっちゃいいお部屋です。好きです、この感じ。はい。で、こちら側に、電話機とですね、同じようにカーテン類のね、コントローラー、照明のコントローラー、そして USB-C と AC100V のコンセントが1箇所という感じです。はい。こっちはね、収納からですね。はい。で、こちらお風呂とかのね、照明。で、エアコン。ここもね、このように仕切っていただくことができます。はい。で、水回り。あ、洗面台2箇所ね、L 字型であるんですね。はい。アメニティ類。まあ、こんな感じで歯ブラシとかね。はい。で、ハンドウォッシュとかボディローションは、クラブ&ツリーイブリンが、もうボトルタイプになってますね。で、コンセントが1箇所。まあ、ここもね、非常になんかおしゃれなね、洗面台になってるじゃないでしょうか。あ、収納こういう感じ？なんかパイプスペースって感じですね。はい。で、タオルがあって、下は空ですね。ここもね、空ですね。で、体重計が、はい、このようにございますと。で、ゴミ箱があって、タオル類。そして、ドライヤーですね。ドライヤーちょっと後で見ましょうかね。ここもね、はい。こうやって開けていただくことできますけど、特に何かあるわけじゃありません。2セットですね。これは何だろう。あ、お風呂。バスソルトだ。宮古島のね、お風呂で島巡り。2つ入ってていいですね。天然アロマでリラックス。これは嬉しい。はい。こんな感じですね。でバスルームは、まあ、普通かなという感じですね。上にね、レインシャワーがこんな感じでございます。はい。こうですね。で、もうこれもね、ボトルタイプという感じになってます。まあ、やっぱりね、こういった物干しロープとかありますね。で、2個目のね、お手洗いがこのようにございます。はい。いや、非常になんかね、シンプルで使い勝手良さそうなお部屋かなというふうに思います。いかがでしょうか？こちらがテラススイートキングですかね。はい。というお部屋となっています。いかがでしょうか？いやー、いいですね。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。は
はい、速度の方が出ました。ダウンロード下りが 31Mbps、 アップロード上りが 29Mbps となってまして、まあズバ抜けてね速いっていう感じではないですね。むしろちょっと上りが気持ち遅いかなっていう感じです。 Wi-Fi 速度はね 376Mbps 出てるので、こっちはねあのいい感じなんですけど、インターネット速度があまり速くないかなと、言った感じなので、まあライブどうかなといったところですね。はい、ということですね、本日はこちらヒルトン宮古島リゾートさんの方にお邪魔させていただいております。開業おめでとうございます。めちゃめちゃいい、はい、入り口の感じから今お部屋にね続く感じ見てきましたけど、非常にいい。そしてね今日曇り空だったんですけど、まさかのね晴れになりまして、開業日和という形ですね。もう最高で、さっきねちょっと取り忘れちゃったんですけど、ドライヤーはねナノイーですね。この黒い感じで非常におしゃれな感じで十分いいんじゃないでしょうか。そしてですね、今回ね、あの、アミニティというか、ノベルティか、いただきました。こんな感じで、ヒルトン、60周年記念のミニタンブラーですね。これ嬉しいですよね。ちょっとしたサイズでね、これ持ち運びできるんで、これ私ちょっと使いたいなというふうに思います。はい。で、まあ、チェックインの方ね、させていただきました。まあ、ちょっと上の方にね、出しておきますけれども、まあ、レストランね、1回オールデイダイニングにつきました。平日6時半から14時。土日祝日は6時半から15時。これがね、朝食ランチといった感じです。で、ディナーは17時半から22時ですね。2階のトラットリア、イゾレッタが、ランチが11時半から15時半。ディナーが17時半から22時。2階のロビーラウンジにつきましては、11時半から20時。2階カフェ&デリーにつきましては11時半から20時。はい。で、8階ルーフトップバー17時から23時ですね。で、ルームサービス、インルームダイニングも17時半から22時までやっているという感じです。で、プール等に関しましては、キッズプールはね、9時から17時。ファミリープールとか、まあ、大人しか入れないね、クワイエットプールにつきましては9時から18時。意外とね、早い。ナイトプールとかはやらないんでしょうかね。で、1階の屋内プールが9時から19時という感じです。まあ、特にですね、あの、年齢制限とかは、ありませんし、あの、自由にね、入っていただくことができますが、まあ、ただ唯一、クワイエットプールっていうね、プールに関してのみですね、16歳以上の方しか、利用ができないという感じです。多分ね、あの、下の一番右奥っていう感じですね。はい。で、1階のね、キッズクラブ、スプラッシュにつきましては、10時から18時までやってたりするんです。これね、なんか有料という感じです。まあ、QR コードとかもあるんですけど、まあ、あの、料金につきましてはね、あの、ご確認いただければなというふうに思います。で、1階スパトゥリバーにつきましては10時から21時、1階のフィットネスは24時間。で、1階のコインランドリーにつきましても24時間で、客室テレビからね、使用状況等をあの、ご確認していただくことができますよということでございます。はい。で、カクテルタイム。エグゼクティブラウンジにつきましてね、10時半から17時がリフレッシュタイム、19時から20時までやってると。で、カクテルタイムのみね、17時から19時という感じでございます。ソフトドリンクにつきましてはね、営業時間中いつでも飲んでいただくことができますよということになっております。18歳未満のお子様につきましては、保護者同伴であれば利用が可能なので、まあ子供が不可とか、そういう時間帯は特には、ありませんというところですね。まあただ混雑してたりすると、あの1時間だけの利用ということでね、時間制限を設ける場合がありますということでございます。はい。いやー、めちゃめちゃいいです。はい。とにかくね、とりあえずちょっとね、これ暑いんで、ちょっと着替えてね、もうちょっとラフな格好になってから、まあちょっとね、あのプールだったりとか、写真撮っていきたいなっていうふうに思います。そちらの様子につきましては、こちら見ていただければと思います。どうぞ。そうですね、あっちのプールの道も非常に長いですね。なるほど、ああ、ゆっくりできる、ちょっとリラクゼーションルームみたいな。ありがとうございます。あ、こちらあの夫婦とかカップルとかで施術ができる。
の皆様、本日はヒルトン沖縄宮古島リゾートへお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりヒルトン沖縄宮古島リゾートソフトオープンセレモニーを開催いたします。本日司会を務めさせていただきます宮古テレビの砂川妙香と申します。よろしくお願いいたします。さて、こちらヒルトン沖縄宮古島リゾートでは8月のグランドオープンに先立ちまして本日6月18日ソフトオープンを迎えることとなりました。はじめにヒルトン沖縄宮古島リゾート総支配人棚町誠司よりご挨拶申し上げます。棚町総支配人お願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。おかげさまでですね、本日ここ、沖縄県、宮古島、そしてこのトゥリバー地区に、ヒルトン沖縄宮古島リゾート、ソフトオープンという形、開業することができましたこと、大変光栄に思っております。これから皆様と寄り添って、そして、地域とともにですね、常に笑顔を持って、皆様と、歩んでまいるような事業をしてまいりたいと思っておりますので、これからも皆様のご支援、どうぞよろしく、お願いいたします。本日は本当にね、このように多くの皆様にお集まりいただいたこと、大変嬉しく思っております。どうぞ引き続き、ヒルトン沖縄宮古島リゾートよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。続きましてご来場の皆様へ歌声の贈り物です。歌声をプレゼントしていただくのは宮古少年少女合唱団の皆さんです。
後ですね、今17時もありますので、これからね、カクテルタイムの方に向かっていきたいと思います。はい、ということで、ね、こんな感じで持ってきました。めちゃめちゃね、美味しそうっていうかね、このお菓子が本当にめっちゃ美味しい。はい、いただいていきましょう。はい、ではね、いただいていきます。あ、うまっ。そうか、今シャンパンのつもりで飲んだけど白ワインだね。彼は確か今日東京行ってます。あ、ありました。まあ、まあ、とりあえずこれね、いただいて20時からあのレストランも予約してありますので、そちらの方にね、行ってこようかなと思います。まあ、本当にね、なんだろう、おしゃれな感じなんで、まあ、お酒を楽しむには、いいメニューなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、うん、味はね、うまっ。レストランの方にこれいただいて向かっていきます。はい、ということでですね、これから、イゾレッタというイタリアンレストランの方にね、ディナーをいただきに行こうかなと思います。まだ全然明るいんですけど、行ってまいります。はい、こちらね、ケーキとかも売ってて、ちょっとね、今夕方なんで種類が少なくなりましたけども、こんな感じでね、いただくことができますんで、まあ、これちょっと明日ね、いただいていきたいなというふうに思います。はい、めちゃめちゃね、おしゃれですね。はい、ということでね、こちらのイゾレッタのね、イタリアンレストランの方に来ました。こっち側にもね、テラスがあるんですね。なんかいい感じじゃないですか。こんな感じで、ここもいい感じですね。はい、とりあえずね、今席の方にご案内していただきまして、まあ、8時でね、予約取ってたんですけど、18時半にね、早めていただきました。まあ、こういったね、ドリンクメニューいただいて、イゾレッタのね、お店の名前を冠にしたね、カクテルがあるんで、これちょっとお願いしてみようかなというふうに思います。とりあえずね、今イゾレッタをオーダーしようと思ったんですけども、向こうのね、あのバーでオーダーできるパニパニパインをね、オーダーできるみたいなので、パニパニパインをあちらのオーダーしたやつをこっちに持ってきてもらうという感じでね、対応していただいてます。最高です。はい、こちらがですね、フォカッチャですね。で、アグー豚のパテとオリーブオイルという形でございます。そしてね、こちらがですね、2階のバーにあります、ところからね、オーダーさせていただいたパニパニパインでございます。これね、お酒アルコール入ってるんですよ。めっちゃ映えません？これね、あのおすすめいただいたのでオーダーさせていただきました。はい、それではね、こちらのパニパニパインいただいていきたいと思います。全然飲めない。うん、美味しい。ラムっぽいですね。ラムっぽいかもしれない。美味しい。どこで喋りたいんですか。これね、アオサのフォカッチャということでいただいていきたいと思います。あのアグー豚のパテね、当てていきます。あ、アグー豚のパテがめっちゃうまい。最高。はい、そしてね、今サンセットの方もいい感じにね、なってきましたね。ちょっとね、雲がかかってますけれども、まあサンセットっていう感じですね。はい、でこちらがアラカルトのアグー豚の、パテとなっております。めちゃめちゃ美味しそう。はい、こちらがですね、マグロのカルパッチョでございます。めちゃめちゃね、肉厚で美味しそうですね。はい、こちらね、マグロのカルパッチョ、結構ね、肉厚。うん、うまっ。はい、こちらね、マルゲリータの方が来ました。そしてね、こちらが島唐辛子の辛いやつです。美味しそう。
はい、それでは、マルゲリータいただいていきたいと思います。島唐辛子のね、辛いソースね、たっぷり入れました。うん、めっちゃうまいです。美味しい。これマルゲリータやっぱね、おすすめみたいなので、ぜひ試していただければと思います。まあ、はい、そして、ね、こちらがですね、からすみのペペロンチーノです。めちゃめちゃ美味しそう。はい、じゃあね、こちらのからすみのね、パスタいただいていきたいと思います。結構ね、いい香りしますよ。いただきます。うん、うまっ。塩味が結構あるのかなと思ったんですけど、意外とね、優しい感じでいい。で、油っぽくもなくてね、ちょっと下の方にね、ガーリックっぽい感じがあって美味しいですこれね、最高。はい、そしてね、こちらがですね、車エビとジャガイモのニョッキ、これもね、美味しそうですね。はい、それじゃあね、ニョッキ、結構ね、エビがゴロゴロ入っててびっくりするぐらい。とりあえずこいつからいきます。うん、香ばしいニョッキ。うん、めっちゃもちもち、うまっ。はい、そしてね、デザートのアイスでございます。めっちゃ美味しそう。はい、ということでね、アイスいただいていきたいと思います。器がね、めっちゃ UFO みたいでね、かわいい。お、なんか落っこちた。うん、うまっ、メレンゲだ、うまっ。いや、めちゃめちゃね、大満足。結構ね、食べたんですけれども、ヒルトン、25% オフということでですね、全部でね、大体1万円ぐらい。コースがね、1万2000円ですから、意外とね、アラカルトでも満足いくんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、でもね、コースもちょっと気になりますね。ぜひ、試していただければと思います。めっちゃうまかった。感じでバーの方にね、やってきましたけど、ルーフトップバーいい感じですね。結構ね、にぎわってます。とりあえずね、今日はもうお腹いっぱいなので、お部屋の方に戻って、まあ明日ね、バーの方も利用していきたいなというふうに思いますね。最高、いい雰囲気ですね。はい、おはようございます。いやー、ぐっすり眠ることができました。昨日はね、夕食後ですね、まあ、散策をしてですね、まあ、ライブのね、準備をして、まあ、YouTube ライブをお届けさせていただいたんですけれども、たくさんの方遊びに来ていただいてありがとうございます。こちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければ嬉しいです。はい。ということで、これがね、噂のバスタオルというか、なんつうんですか？プールにね、着ていくことができるやつ。めっちゃ可愛いんですよね。ここにロゴが入ってたりとか、シーサーがね、描かれてたりとか。はい。私が来てもこのサイズ感、ゆったりサイズ感なんでめっちゃいいです。はい。ということでですね、もう今日もね、いい天気でございまして、これから早速ね、準備を整えて朝食、食べに行こうかなというふうに思います。で、今日はですね、朝食後ですね、一度チェックアウトというか、お部屋をね、移動する必要があるので、そこの部分に関しましては、朝食後に一旦区切りをつけて、この動画は終了させていただいて、また2日目、2泊目ということでね、続きの動画を撮っていければなというふうに考えてますんで、ぜひね、そちらも楽しみに待っていていただけると嬉しいです。ということで、朝食旅に向かっていきたいと思います。
んな感じでですね持ってまいりました。めちゃめちゃ種類がね豊富ね、どれも本当に美味しそうですということでね、早速いただいていきたいと思います。はい、でこちらがですねダイヤモンドメンバーがね、選択できるスペシャルメニューとなってまして、ヒルトン宮古島スペシャルエッグベネディクトと黒糖フレンチトーストがね、まあ、おすすめということだったのでエッグベネディクトねオーダーさせていただいたんですけど、それ以外のねエッグスラットトリュフフレーバーとかこのベニーモパンケーキとかもね非常に美味しそう。ぜひね連泊していただいて制覇してみてください。はい、じゃあねいただいていきます。めちゃめちゃね本当に種類が豊富でもうねどれを取ろうという感じですね。でどれもねおすすめで沖縄っぽいね料理がめちゃめちゃ多いので、この何でしたっけ、タコライスだったりとかソーキそばを使ったパスタとかね、あとなんかチャンプルー系、これ日替わりのチャンプルーなので、何か変わってくるのかな。あとね豚があったりとか、あとねドレッシングなんかもね、非常にパイナップルドレッシングだったりとかゴーヤドレッシングなんかもあって、ね、非常にいい感じですね。じゃあいただきます。とりあえずマグロ丼いただいていきたいと思います。マグロ丼ねあると思ってなかったからめっちゃ嬉しいですね。まあマグロ増しでお願いしたんですけど多分3枚が4枚だったから。うん、マグロめちゃめちゃうまい。続いてねカレー、一応ね最近カレー食べてて、カレーをねレビューしないといけないかなって絡めて撮ってます。あ、お肉ゴロゴロ、牛肉なんですけど、なんだろう、麻婆豆腐のカレー版みたいなやつ、美味しい。あとね、おすすめされたエッグベネディクトですね。いただきます。おお、すごい。パンはね、結構しっかりとしたやつですね。いただきます。うん、優しい感じ、マヨネーズも。そんなに強くなくていい感じですね。うまい。じゃあね、とりあえずこれ食べ進めて、お部屋の方にね、戻って一旦締めくくってお部屋で移動したいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。マグロ丼だったりとかですね、あの豚肉だったりとか、もう本当にね好きなものがめちゃめちゃいっぱいで、本当に胃袋が一つじゃ足りないといったところです。で、まあね、あの11時ぐらいからランチメニューにどんどん切り替わっていくということで、まあ朝のね、あの朝食のご飯のお供みたいなのがはけてですね、豆腐とかもずくとかそういったのがはけて納豆とか、そこにまたあのプレートの、なんだろうな、メインメニューとなるものが差し込まれていくというぐらいの変化があるそうです。またね、後ほどちょっと取りに行こうかなというふうに思っております。はい、非常に楽しみです。で、今日はね、もう10時回ってるんですけど、11時に、一旦荷物をまとめてですね、部屋の移動をね、していくという形になります。そちらのね、部屋移動につきましては、次の動画でね、お届けしていきたいなというふうに思いますので、今回のね、動画、6月18日、ヒルトン沖縄宮古島リゾートさんのね、開業日のテラスキングスイートのレビューとしましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないよりぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。